皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年一発目の動画になりますが、こんな写真見たことないですかね。はい、これ流星がたくさん降ってるような写真ですね。今日はですね、これ流星雨って呼ばれてますけど、この流星雨の写真の撮り方、作り方っていうのをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。この流星雨の写真ですけども、一回こうシャッターを開いた間にピュ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 ンって流れてるわけじゃなくて、何枚か撮影したうちに流星が映ったカットを1枚に合成してるんですよ。はい、ここでがっかりする人いるんですけど、がっかりしないでくださいね。そういう表現方法でございますんで、この流星雨の写真の表現にはフォトショップのレイヤー処理っていうのが必要になってきます。ですので、まあ、フォトショップのね、ちょっとした画像処理チュートリアルみたいな内容になると思います。まず、流星の写真ですね、の撮り方っていうのをさらっとご紹介すると、1枚ですね、その成形写真を撮る設定ができたら、連続撮影をします。カメラを連写モードにして、レリーズロックか、もしくはカメラの中のインターバルタイマー設定、まあ、それを最短のインターバルタイムにして、もうずっと写真を撮らせると、いつ流れるかわからないからですね。でそのうち何枚かこう、流星が映ればいいねっていう感じなんですけども、この流星雨の写真を撮るときに、2つここで分かれるんですよね。赤道儀を使うのか使わないか。赤道儀っていうのは星を追いかける、追尾するアイテムなんですよね。それを使った時の、流星雨の写真と、それから使ってない時の流星雨の写真っていうのが変わるんですよ。赤道儀を使った時の流星雨の写真っていうのはこういう感じなんですね。あるポイントから流星がこうピュンピュンピュンって出てるの分かりますよね。これつまりその副射点、放射点とも言いますが、どこから流星が流れているのかがよくわかるという、写真になるのが、この赤道儀を使った流星雨の写真になります。赤道儀を使わない流星雨の写真っていうのはですね、まあ、風景が固定で星が動いていきますから、こういうふうにですね、副射点がこう動いていく。この写真の場合、左から右にね、東から西にかけてこう動いていってるんですけども、その副射点が動いていくのが分かる、写真になるというこの2パターンがあります。でまあ理科的な観点で言うとね、ちゃんと赤道儀を追尾して、副射点が同じところから出てますよっていうのが分かった方が、まあ、いいとは言われてますね。私ぶっちゃけどっちも好きなんですよ。ただその赤道儀を使っていない流星雨の写真でも、ある程度その角度を合わせて放射点、副射点を分かるようにするっていうか、まあ、そういうやり方があるので、今日はその方法も紹介したいと思います。はい、それでは場所を変えて私の作業部屋にやってきました。まず大前提としてですね、話しておかなきゃいけないなと思ったのが、流星雨の写真、まあ、合成の画像になるんですよね。だからどこまでの合成許されるんですかっていう話はあると思います。ただまあその点は置いておいて、とりあえずこういうテクニックがあるよということで、まあ、そこに徹してね、ご紹介するっていうことでご理解をいただきたいなと思います。実際まあ撮影した画像を、実際ここから流星雨の状態にするわけですけども、その時に必ず必要な手順がですね、その流星画像の選別っていうのがあります。はい、流星画像をまあ、どれが写ってるのかっていうのを選別して、でそれを1枚にまとめると。最初に説明しておくと、シューティングスターディテクターっていうソフトがあります。これフリーソフトですね。比較名合成のソフトの菊池マジックを作った菊池さんが開発されたソフトなのかな。これをやると、その流星の画像だけをこう自動的に選別してくれるっていう作業が、やってくれるんですけども、ちょっと設定を間違えると暗い流星がね消えちゃったりとか、
あとは人工衛星が拾われちゃったりとかっていうこともあるんで、まあ、ちょっと使い方に工夫のいるソフトなんですけどね、こういうのも活用しながらやっていくのもいいかなと思います。このソフトはですね、 Photoshop Lightroom Classic というソフトです。この Photoshop Lightroom Classic で流星画像の選別をした後で Photoshop にバトンタッチをして流星雨の写真に仕上げるという工程になります。で、私が今回紹介するのは、非常に地道なやり方ですね。私実際その地道なやり方でやってるんですけども、まずはその流星画像の選別からですねやっていきたいと思います。この今ここに並んでいるですね20枚の写真ですね、これですね、私これ2015年に撮影したやつですね。すごい懐かしい写真なんですけども、これがこの20枚の写真があります。で、今これ見せていくと、1枚目はこれ固定撮影してるんですよね。で、ここに設定が出てますけど、こういう設定で撮影してます。はい、119秒も露出してるんでね、まあそれは星が1000になれば、あ、流星流れましたね。これピッと、これが流れ星でございます。流れ星、はい。で、また流れた、ここにいますね。はい、あ、また流れましたね。で、こっから点になってるから、多分ね、最初赤道儀の電源入ってなかったんですよ、これね。まあこれ20枚のうち3枚もう映ってる、結構ラッキーめなパターンですね。で、実際その流星がこうやって1個ずつ見てってね、流星の画像、ああここに3つ流れてるな、じゃあこの3つを合成しようとなった時に、右上にね、このライブラリとか現像とかいろいろありますけど、このライブラリ画面の状態で、流星画像を見つけたら、ここにレーティングってあるんですけど、星1個、まあ1個でも5個でも何個でもいいんですけど、レーティングを設定してください。で、ここ以外だと、この選択した画像で右クリックしてレーティングを設定っていうところからもいけます。はい、で、これで、流星画像今見た3つにレーティングをつけていきましょう。だからこれ100枚とか200枚とか撮ったら、これ100枚とか200枚のチェックをしていくってことですよ。まあ大変な作業ですけど、でもその自分が入れたい入れたくない流星ってやっぱりあって、めんどくさがらずにですね、まあたかが100枚ですから、こう100枚こうやって見ていくと、まあ5分もあったら見終わるんじゃないですか。なので、めんどくさがらずに、頑張ってみてくださいってちょっとお伝えしたいですね。はい、で、これレーティング設定したらですね、ここのこの右側のこの部分ですね、ここのレーティングのこの1個のボタンポチッと押すと、はい、こうやってですね、レーティング1個の画像だけがこうやって選択されます。この3つの画像ですね、を1枚に合成したいということで、こっからPhotoshopにバトンタッチします。画像を全部選択して、右クリック。で、他のツールで編集。それから、Photoshop でレイアウトして開く。これを選択します。そうすると、はい、今読み込んでますけど、で、この画面なんですけども、Windows からワークスペース写真っていうのにすると、私と同じ画面になるものと思われます。でですね、もう一枚ちょっと開いておきましょうか。全然関係ない流星の写ってない写真を開いておこうかなと思いますね。これでいいかな？一番最後の写真。Adobe Photoshop 2022で編集。そうすると、まあ、こういう画面でいくんで、まあ、画像処理したデータに対してやりたい時もあるでしょうから、Lightroom 調整でコピーを編集にしておくと画像処理したデータも反映されます。で、これで開きますと。はい、で今、流星の画像がここに3つありましてね、1、2、3、はい、それぞれ、あります。で、こっちに赤道儀で追尾して、流星が映ってない画像になります。ここに足していくっていう作業になるんですけど、まず、やり方1つ目ですね。ここから3つ紹介します。で、まず、多角形ツールのやり方からですね。ここに、こうなんか、
マークがあります。こいつを選択します。はい、多角形ツールでコントロールプラスでこう拡大できますからね。拡大したらこいつをですね、こういう風に、でこのなんかこのわかりますかね、このなんか多角形ツールのなんか変なマーク出たらこれで全部選択になりますから、はい。でこの左上このマークですね、このなんか矢印なんか上右のマークを選択するか、ショートカットで V 選択してもいいです。はい。でこれを掴みつつこの持ってってですね、この隣の画像のところまでこうやって持ってくと、こうやって貼り付けられます。はい、貼り付けられます。まあ、こうやって足していくってやり方ですね。ただこれ今、適当に貼りました。うん。なので、全然違うところにこうやってね、貼れるんですよ。あ、この点線これ選択されてるのをこう、解除したいときは、コントロール D で、解除ができますんで。全然違うところにね、こうやって貼っちゃったんですよ、今。なので、このレイヤーをこれ選択した、ちょっとこのレイヤーっていうのはこの流星が映ってるレイヤーなんですね。これ、これ流星映ってますけど、はい、これだけが映ってるレイヤーで、はい、これ選択した状態でこう、左とか右とか動かすと動きます。で、シフトを押しながらだともうちょっと早く動きます。なこうやって、場所をこう決めていくっていうのがこの多角形ツールのやり方なんですけど、ちゃんと場所を特定してやりたいなと思ったら、コピースタンプツールっていうのを使った方がいいです。これですね、コピースタンプツールは赤道儀で追尾してる写真だと結構うまくいくんで、でですね、こちら、ここですね、コピースタンプっていう、このマークがあります。これをクリックしまして、まあ、ちょっとどんなものかっていうのを最初にお見せすると、オルト押すとこういうふうになんかマークがなんか標準マークに変わります。でですね、オルト押しながら右クリックすると、こう、コピーをする場所の大きさをこう変えれます。で、上にずらすと、このブラシの範囲ってのを狭めれます。どこまでこう、くっきりコピーしますかってことですね。だいたいこの周辺がぼかすようになってるんですけど、左右に動かすとこう、大きさ。上がブラシの範囲ですね。元となるコピー、素材をコピーしてやっていくんですけど、うんとね、この1枚目と2枚目の画像の中で、まあ、共通しているところを選択した方がよくって、共通してる部分がね、この北極星近辺っていう話になってくるんで、この左上の星がどっちも動いてないから、これで基準にコピースタンプしていきましょうか。はい。じゃあですね。あ、今これ、H 押すと、こういう風にどこを拡大しますかって出ますから。で、この星をね、コピーしようと思います。コピーする範囲なんですけど、このにじみがちょっと選択するエリアはですね、ちょっとなんか周辺のにじみが多い方がやりやすいです。こんな感じですね。はい。で、とりあえずこの星をオルトプラスクリックしてコピーしました。で、このまま隣に行きます。そうすると、隣の写真、またここも拡大しましょうか。ピント合ってねえな、これ。昔の写真だから、まあ、良しとしてくださいね。はい。ここだね。こうすると、ぼかす範囲がこう、多いと、こうやってね、他の星が、と重ねやすくなるので、まあ、大体この辺かなっていう感じで。はい。これで一応コピーしちゃいます、これで。で、おいおい、ちょっと別の画像貼り付けたなってなるんですけど、ここでね、こうやって大きくしておくと、
流星画像が見つけやすくなって、ほらほらここにここにいた。あの隣の、隣のスタンプコピースタンプしたやつがまだこれ継続されてるんですよ。でここに流星がいますよっていうのが分かりました。でこっからやるのがですね、この範囲を狭めます。ここにいるんですね。でこれまた元画像がね、コピー元が赤道儀で追尾してないからちょっとややこしい画像になっちゃったんですけど、この辺、うわ難しい。まあとりあえずとりあえずなんか何こういうやり方もあるねくらいでね見ていただき、あとここでこれクリックしながら流星のあるところをなぞっていきます。そうすると流星だけがコピーされました、見事に。はい、という感じで同じ場所に流星をこう貼ることができましたっていうやり方ですよね。はい、でこれを他のレイヤーにもやっていきます。これ一番上消して2枚目を選択してここにいますから、同じくこんな感じかい。ちょっと違和感あるんでもうちょっとちっちゃくしちゃった方がいいですけど、これに2つ目で3つ目はい、こんな感じで流星雨の写真がこれで完成しました。で、最後にお見せするのは、星の写真が上達してくると、加算平均合成ってやつを覚えるんですよ。セクエーターっていうソフトとかを使って、同じ構成撮った複数枚の画像を1枚にまとめて、ノイズを減らすっていうやり方なんですね。そのノイズを平均化した綺麗な写真に、この流星画像を貼りたくなるんですよ。そうすると、加算平均合成、コンポジット、スタックとも言いますけど、それをやると、必ず複数枚の写真が、合成されるのしてノイズが減るので、色が写真の色が変わるんですよ。だからこのまんまコピースタンプツールでペタッてやっていくと色が変わっちゃうんで、その時の対処方法が、まあ、次にご紹介する成沢流になりますね。じゃあそのやり方をお見せしたいと思います。すいません、話が長い、申し訳ないんですけど、この動画、前編とします。で、もう一個ですね、紹介したいやり方があるんで、それを後編にしときますんで、ちょっと動画長くなっちゃったんで、二つに分けることにしました。申し訳ない。もう、新年早々、話が長い。すいません。じゃあ、この動画はここまでします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。どうもー。